それでは、微分方程式入門、加藤現象と微分方程式というタイトルで、喋っていきたいと思います。まず、加藤現象を扱う上で、一番重要なのは、グラフの横軸が時間であるということです。時間は、t という記号を使って表します。で、加藤現象を扱う上では、特に線形の上微分方程式では、指数関数が活躍します。これは、エクスポネンシャルの t と書いたり、ネイピア数 E を用いて E の T 乗と書いたりします。で、これは、時間で微分しても E の T 乗という、形が保存されるようなそういう特徴を持った、関数になっています。で、微分方程式の解 Y というのは何かというと、下にあるようなこの微分、2回微分も含んだこういう、微分方程式が与えられたときに、これにこの解の、候補としてこの YT というのを考えると、これを代入したときに、この等式が成り立つようなものを微分方程式の解というふうに言います。で、先に詳細の説明をする前にまとめておくと、微分方程式の解というのは、特解と補解の和として表されると。まず解の構造を仮定した上で、特性方程式を導き、根を計算すると。で、それによって、補解というものを求めてやって、で、それと特解というものを組み合わせて、解を導くというのが、流れになります。その前にまず、ここでは扱う線形微分方程式について説明したいと思います。定型数線形微分方程式として、例えば1次の場合には、y の時間微分足す y イコール0とか、y の時間微分足す5倍の y イコール0とか、こういうようなのが1次の、1回の微分方程式となります。で、2次の場合、2回の微分方程式の場合は、例えばこの y の2回微分も含んだ形でこのような、式が与えられます。で、さらにその次数が3次以上の場合にはこのような感じで、与えられます。で、その一方で非線形というのは、こんな感じで y の時間微分の次乗とかルート y とか、そういうのが、項として一つでも入ってくると非線形の、微分方程式になります。で、時間微分の表現ですが、こういう、微分作用素を用いた形もありますし、y のダッシュという書き方もありますし、y のドットという書き方もあります。ここでは、この微分作用素を用いた形での説明を行っていきます。で、この微分方程式ですが、まず右辺が0の場合と非0の場合の、2種類について、ここでは考えていきます。で、さらにこの、動画の中では、最大の次数として2次の、2回の上微分方程式、までを扱います。で、一番最初にこちらの右辺が0の場合について考えていきます。このようなものを同時式というふうに言います。で、この、ここでの目的は線形微分方程式を満足する解 YT を見つけると。で、与えられた線形微分方程式が、例えばこの Y の時間微分足す5倍の Y イコール0という、式だったとします。で、この時に例えば解の候補として、y の t イコール3倍のエクスポネンシャルのマイナス 5t、3倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t、マイナス4倍のエクスポネンシャルのマイナス 5t と、仮に、この3つの候補を、与えてやったとしましょう。で、この時、まず1番目を見てやりますと、1番目の、y を時間微分してやるとこういう項になると。で、その上でこの、微分方程式に y の時間微分と、y そのもの、を代入してやります。で、代入してやると統合が成り立ちますので、この丸1番、丸1番は与えられた線形微分方程式の解であるというふうに言えます。次、丸2です。で、これ丸2、微分してやるとこんな値になって、これと、これを使って、それぞれ代入してやると、not イコール0になりますので、これは線形微分方程式の解ではないと。そういうことになります。で、次3番です。もう1番で解が見つかったから、もう3番も解じゃないだろうと思いきや、3番も解になります。で、3番これ時間微分してやって、それを代入してやると、これも解になります。で、これ、これだけ見てやると、解が複数あるというのがわかります。この微分方程式に対して、少なくとも1番と3番は解になっている。で、さらに、もっと広く見てやると、yt イコール、a 倍のエクスポネンシャルマイナス 5t という構造であれば、これは解になります。で、この a というのはどんな値でもよくて、
ここでは3の場合とマイナス4の場合を考えましたが、まあ他の値何でもいいです。正でも負でも、実数でも何でもいいです。まあ0でも大丈夫です。で、こういうのが、解になります。で、まずここで説明したのは1回の微分方程式の解の構造になります。で、この2の、係数も含んだような、ものを、一般解というふうに言います。で、次に2回の微分方程式の場合について説明します。二回の微分方程式の、まあ、解の候補として、ここでは三つ挙げてやりましょうと。四倍のエクスポネンシャルマイナス t、十五倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t、二倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t と。まあ、こういう三つを考えてみます。で、これ、まず一個目、代入してみます。これ、一個目、一回微分してやると、こういう値になる。マイナス四倍のエクスポネンシャルのマイナス t になって、二回微分してやると、二回で戻ってくるので、四倍のエクスポネンシャルのマイナス t と。で、この一番と同じものになります。で、これを、この3つの項をこちらの式に代入してやりますと、実際にそれで計算してやると、イコール0が成り立つ。まあ、つまりこの丸1は、この線形微分方程式の解になると、というふうに言えます。で、次、丸2です。丸2、15倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t なんですが、これを1回微分すると、マイナス30倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t、2回微分すると、60倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。で、これをそれぞれ代入してやると、イコール0となって、この2番も、解になります。まあ、そして3番、この係数が変わってるだけで、これも、同様に計算してやると解になると。で、この1番と2番と3番、ともに解になって、さらにこれらの線形結合も解になります。で、そのようなところから、この2回の微分方程式の場合、このケースでは、y イコール a1 倍のエクスポネンシャルのマイナス t プラス a2 倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t という、こういう構造をしていれば、これは、解になります。まあ、これ、また先ほどと同じように、一般解という、この見て、値をまあいろいろ変えれる、こういう自由度を含んだ形のものを一般解と言いますが、こういう、解の構造になります。で、これで A1、A2 はそれぞれどんな値でもいいです。で、どんな値であっても、この微分方程式を、満たすと、ということになります。で、具体的なこの解の導出手順です。先ほどは候補を挙げるという形で説明しましたが、具体的に、解の構造をこのように仮定します。y イコールエクスポネンシャルの、PT という構造を、仮定して、これを、この微分方程式に代入してやると、p、例えばこの式の場合には p の2乗足す3倍の p 足す2というのが出てきます。で、もしこの式がイコール0が成り立てば、ここの y の、まあ、関数の同位時刻であっても、ここの式全体が成り立つと。で、こういう式の構造から特性方程式のコンというのを計算してやると、マイナス1とマイナス2。これが特性方程式と呼ばれる式です。で、これのコンを計算する結果、マイナス1とマイナス2となって、これがここの係数として現れる。そういうような、式になっています。で、ここでは2次までの話しかしてませんが、3次以降でも同様に特性方程式を求めると、3次の場合は、3次の P の3乗の項まで現れるような多項式になりますし、N 次の場合には、P の N 乗のこうまで現れるような多項式になって、それに対して特性方程式を解くと。そういう手順については全く一緒になります。で、今、例えばこれに対して、まあ、解の構造はこういう形になってて、で、初期値として、y の初期時刻での値が1、y の初期時刻での微分値、時間微分値が2と、というふうに与えられている場合には、それを満たすように係数、2つの係数を定めてやることになります。で、二つの係数を具体的に定めてやると、y イコール4倍のエクスポネンシャルのマイナス t、マイナス3倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。これは y のこの関数の構造に、t イコール0を代入したものと、y の時間微分をしたものに t イコール0を代入したもので、初期値が合うように係数を二つとも決めてやればいい。まあそういう形で係数が具体的に求まって微分方程式の解が求まります。まあ、初期値が求まれば、それに対して、それを満たすような解が求まるというふうに言えます。で、もし初期値がまた別の値で、y0 イコール5、y の時間微分
の、まあ、初期値が0というようなケースでは、例えばこのような形になります。で、これ実際に t イコール0代入してやると、10-5 で初期値は5になりますし、y の時間微分をしてやると、マイナス10で、こちらがプラスの10になりますので、y の時間微分、初期時刻での値は0になる というのがわかります。で、グラフはこのようになっています。で、二乗方程式の、まあ、解のパターンとしては、まあ、こういう特性方程式が与えられたときには、異なる実数項が得られる場合には、例えばこのようなケースでは、マイナス1、マイナス2となります。で、もし同じ実数の場合、重根の場合ですね、この場合には、同じ、こういうエクスポネンシャルのマイナス t という項は一緒で、それに、t の多項式が現れます。この場合は、二重根の場合には、t の一乗の、項が現れます。この特性方程式の項が複素数の場合には、このような形になって、まあ、sin オメガ t プラスシータという形で解の構造が得られます。それでは次に右辺が非ゼロの場合、こちらにまあ sin t とか、これはあの単位ステップなんですが、時刻ゼロでステップ上に、まあで、例えば電圧が加わるとか、まあそういうようなケースを例に挙げて考えていきます。で、右辺が非ゼロの場合というのは、右辺がゼロの場合の解との線形結合の形で考えていくことになります。で、具体的な例です。で、右辺が非ゼロの場合の例として、例えばこのような微分方程式を考えます。で、この時に先ほど右辺がゼロの場合の解を求めましたが、その右辺がゼロの時の解を補解というふうに言って、補解と特解と呼ばれるこの、方程式を満たすような解の一つ、係数を1に定めた解を使ってやって、その二つの和の形で、解が求まります。YF、YS がそれぞれ求まると、それを組み合わせて、このような解が得られます。で、具体的にこの補解は同時式から、まあ、解の構造が決まって、で、この A1、A2 というのは、まあ、まだ決まってない。これ、今、一般解の構造になる。で、特解は、これを満たすような解で、具体的な例として、例えばこの F が1、まあ、ステップの信号の場合には、YS が、M2 分の1というふうに与えられていれば、それが YS は定数ですので、それの時間微分をすると0、2回微分をしてやっても0となりますので、この等式が成り立ちます。で、等式が成り立つような一つの解を利用してやって、その一つの解と補解を一般解の構造で与えているこのような式の和を考えたものは微分方程式を満たす。右辺が非ゼロの場合の微分方程式を満たすことになります。で、その上で同様に係数を初期値に基づいて決めてやることによって解を導くことができます。で、具体的にその応答波形を計算することができる。こんな感じですね。以上で説明を終わります。